30代の肖像写真、中島栄二郎8月18日から1945年5月27日は、日本の評論家、詩人、哲学者、京都帝国大学教授の田辺元の下で、ニーチェの研究などに携わり、毎日新聞に文芸評論を書いた。大阪高等学校の同級生を中心に、文芸導入士、コギトの創刊メンバーである。 はじめおき、佐紀ゆ之介のすけの筆名を用い、第十六号以後は、本名で、主に評論を、また、し、小説を発表した。また、文芸導人誌、日本ロマン派の、総監メンバーである。その総監号の関東に、ロマン化の機能を執筆した。導人には、第二号から、太宰治、オ和を、第三号からは、伊藤静ズ大山定一らが加わった。 文学界に大きな影響を与えた。他に文芸文化、思想、式、身長、文学界などにも執筆した。日本大学大阪専門学校と天理外国語専門学校の教授を務めた。戦時中は統制下にあり、自由に物を書くことができなくなった。出生した後、フィリピンのルソン島マニーラ郊外の産地で戦死した。安倍友治、イブセマスジ。 金子光春、中野重春船橋誠一、中島健造、石川敦氏、久野治経創書房1976、世界文化での経験、久野治中島英二郎の安田四十郎批判、世界文化を出す以前から、古儀とは出ているので、中島や松下はそれこそ大変な総熟で、例えば、その頃、岩波の思想が文学特集号を作って、川上哲太郎が、 ドストエフスキージと海を書いて、初めて認められ、小林秀夫は、死が直屋論を書いている。確か昭和8年ですが、この特集に、安田与十郎と共に、中島は、沖崎直子レスケのペンネームで、死の論理と言語を書き、松下は、大東武四吉のペンネームで書いています。兄弟哲学科の学生時代です。くのだからそういうことですよ。僕は、 安田氏は知らない。彼は東京大学にいましたから。中島や松下は親しいわけです。十人そこそこしかいない、同じ哲学専攻のクラスメイトですから。大東武志吉は松下くんの弁ネームです。学生時代に論文を発表したりすると、田辺元に叱られるから、中島くんは大変悩み、僕が賭けと言って進めた。 ついにあれはばあれなかったので、未だに、外側の誰も、置き先が、中島だということは知られていないのではないですか。いい論文でしたよ。くのえ前週も、人文書院に頼み、承諾を得ていますから、なんとかなると思います。安田や中島が、竹内よ美さんと、大高時代の同年生であることは、よく知られていますが、竹内さんは、安田や中島を横目で睨みながら、 中国文学の研究に打ち込んでいくわけですね。中島には安田のよう干渉主義がなかった。それは最後がよく語っていると思います。昭和17年頃、僕は出国して貧乏のどん底にいたのですが、先輩が僕のことを思い出してくれて、高槻の高等医学専門学校のドイツ語教師のポストが空いたので、お前を推薦するから来いと言ってきた。しかし、僕は当時、 執行なお世の身柄で、とて、正規の就職は許されない。当時の思想犯の執行猶予というのは公職につくことができない。いいポストの話が出てきて、僕は突然、中島を思い出し、中島を推薦しようと思った。それまで、出てきてから、お互いに交際すると危ないから全く行き来をしていなかったんですが、昭和年ですから、日本のマ派というのは、 調子良くて栄えているのでしょうが、僕は中島がそれに全く同調して踊っているとは思わなかった。中島君はお互いの身の上を心配していたのでしょう。真夜中を選んで僕が留守番に泊めてもらっていたガランとした研究所へ訪ねてきてくれた。二重回しを着てね。僕が本を読んでいたらガラス戸を叩くのがいるので開けてみると中島君です。 全然前と変わらんのです。その時、僕が日本ロマン派は偉く調子がいいようだなと言ったら、彼は大体現実政治の挫折を体験し、政治に絶望した思想の深いアイロニーがロマン派の運動になるのだから、そのロマン派が現実政治の中で時を笑顔に咲き誇り、我が世の春を称えるというのはどういうことかね、ロマン派の自己喪失じゃないかと言いました。 だから彼はその主力にはなっていないんじゃないですか。日本ロマン派の仲間の間におもんじられていたから、復刻版を見ていませんが、相関号に関東ことみたいなものを書いているようですね。それ以来、だんだん後になると、彼の文章が消えていくのではないですか。日本ロマン派への反ソテークのまたその時に、僕に、いや、俺は、つきのが落ちてねと言うんです。なんだと言ったら、いや、 先立って上京して小林秀夫に初めて会ってきたんだ。彼にとって小林秀夫は神さんだったわけです。初めて小田切さんをはじめ近代文学の同人たちが一方で倉原コレトさんを神さんと思っているのと同じに中島君たちの派は小林秀夫を神さんと思っていたわけです。ところが実際会ってみたら付き物が落ちた。内容は どうやったということは僕は聞かなかった。それは失礼に当たるから。それは想像できるね。いや、そういうもんだよ。仮に、三木清に会えば、月物が落ちるようなもんでねと僕が言ったら、本当に落ちてね、さっぱりしたと中島君が言いました。今何していると言ったら、彼は、僕が、兵士国民運営で召集にならないことは知っている、わけです。左の目が失明だから。 僕は、高等学校の学生の時に検査を受けていますから、それが後であだとなって、ひどい結果になり、大学で、学校教練は出なくて済ませたから、関越転校の時、銃の持ち方一つ満足にできないので、殴り倒されることになるんですが、中島君はそういうことを知っているわけですから、君はいかんで済むが、俺は残念ながら、第二おつ補銃兵で、銃中八、急召集されるだろう。 生きて帰れる見込みは、まずない。玉よげだと。彼も全然サボって、教練の方やっていませんから。それで、何を読んでいるんだと言ったら、彼は、学生時代、ニーチェを深く読んで、ニーチェとバレリー。彼が、僕と議論するときに使う最後の切り札は、バレリーとニーチェでした。ニーチェかと言ったら、もうニーチェもバレリーも大した関心がない。 今は、親鸞の和さんを読み、歌い、かつその内容を心読みしている。今の自分の気持ちに、それが一番ぴったりする。もし命があるなら、和さんについて本を書きたいと暗い面持ちで漏らしていました。昭和19年、竹内よ美さんの、路人が出ますね。僕は、竹内とは中島が高校で同年生だったけれど、中島はそんな話を少なしもしなかったが、 呂人をすぐ買って読んだのです。この草書には中井正一も一冊書くことになっていたから、地区内の呂人を読んだ時、中島に親鸞を書かせたかったという切なる願いと悲しみを僕は感じましたね。話がまた前に戻りますが、君は大陸戦線にやられるんじゃないかというと彼は、どうもそのようだな。大阪の近所の師団はと言いました。現に彼は、 フィリピンのどこかで死んだのです。それからあと、奥さんも子供もどこに行ったのか、全然わからなくなって、今では探しようがないとのことです。その時、僕の眼鏡通り、彼は、正規の就職もせず、僕と似たり、ゆったりの状態で、家庭教師に行ったりしながら生活していたようです。サ君の話も全然しなかったし、子供があるのかないのかもの話も全然知りませんでした。 全く以前の全然時世に入れられていなかった時代の中島、栄次郎の姿のままで来て立ち去ってそれきりなのです。だから中島という人物は僕は大変好きです。中島は安田四十郎なんて何とも思っていなかったのではないですか。安田の方がむしろ中島のドイツ文学なりフランス文学なりの知識を評価していたんじゃないですか。それで、 昭和9年12月頃になって再刊した美、批評を世界文化に変えようということになったわけですが、中井さんは最後まで反対でした。それから東京に住んでいた熊沢又六氏も東京の状況を知っているから美、批評で押した方が帰っていいという説で反対でした。それが若気の至りです。 中島栄二郎著作編の494ページから497ページまでを引用文学的立場編文学昭和10年代を聞くの265ページから270ページまでを引用ありがとうございます。